抱きしめられて言えずにいた言葉は春のサンシャイン今もまだこの胸に。はい、皆さんこんにちは。ありがとうテレビの時間が参りました。本日10月1日月曜日18時15分を回ったところでございます。本日も淡路町スタジオからお届けしてまいりたいと思います。さて本日のお客様、株式会社ドリームプランニングウェディングの代表取締役社長をされております田辺真紀様においでいただきました。本日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで田辺さん、今回ですね、実は池田さんというね、はい、以前ここに 出られた方なんですけど、池田さんからご紹介いただきまして、はい、今日はねおいでいただいたということなんですけども、すごいですね、ドリームプランニングウェディング、なんか名前からして夢のある、はい、もう非常に夢を描けるようなそういう会社の名前なんですけども、はい、ドリームプランニングっていうのはどんな意味合いで作られたんですか？はい、やっぱりまず、まあ、お客様に、何かこう、まあ、夢とかそういったものを作っていって、まあ、こう結婚式なので、はいはい、こう結婚式ね、はい、目的とかこういう風なものを作りたいなっていうのを、はい、まあ、夢っていう本当にこう、よく人が耳にしても分かりやすいというか、はいはいはい、で、まあ、夢を作っていこうっていうので、まあ、ドリームプランニングという社名に、はい、まあ、ウェディングプロデュースをしておりますので、ウェディングという、はい、文言をつけてね、はい、やっぱり結婚というのはどうもやっぱり夢ですよね。そうですね。で、申し訳ないですけど、はい、男性ってどっちかっていうとそんなに夢膨らまないですよね。ああ、これはもう私から私だけかもしれませんけど、はい、むしろ女性の方がなんか結婚式っていうともうすごく夢膨らむ感じ、そうですね、そんな印象はあるんですけど、はい、他の男性は、ね、多分もしかしたら夢をたくさん膨らませるかもしれませんけど私はなんか、まあ、夢というよりもなんか、ね、これから一緒に暮らしていくんだみたいなね、むしろなんか現実の方、リアルの方ですね、リアルな方にねちょっと考えてしまうんですけど、はい、田辺さんがやられているそのドリームプランニングウェディングというのは、はい、うん、どういうお仕事なんですか？どういうことをされるんですか？はい、今日本って皆さん結婚決まると、ゼクシーとかそういう媒体を皆さん購入されて、まあ、雑誌を見たり、でどういう会場にしようかなっていうふうに入っていくんですけれども、その日本独自 の、スタイルでして、海外は基本結婚が決まると皆さん、プランナーさんを探すっていうところからスタートするんですね。で、まあ、どういうプランナーさんが自分たちに一番合うのかとか、例えばその人の強みだったりとかあると思いますので、プランナーさんを選んで、そこからじゃあどういうところでやる結婚式がいいのかっていう、会場がやっぱ後からついてくるようなスタイルなんですね。まあ、私自身はその海外のスタイルを取り入れてまして、まあ、やっぱり日本でホテルとかゲストハウスとか、そういったところでやる方が多いんですけれども、どうしてもこう会場から入ってしまうとプランプランプランっていう風になってしまったり、枠組みがかなりガチッと決まってしまっているので、やりたいことができなかったりとか、あとはまあ予算がすごく高くなっちゃってっていう、ここにお客様がまあカスタマイズできるような形、なおかつまあオリジナル で会場もホテルだったりゲストハウスだけではなく、それこそちょっとこう何ですか、野原みたいなところでウェディングをしたりとか、そういう場所にもとらわれない形。野原で。そうですね。はい。野原でウェディング。はい。ほあとは野菜園とか、まあ、そういうとかいちご園とか。ご自身が持ってらっしゃるいちご園でやりたいっていう方もいらっしゃったりですとか、あとは海とかでビーチでやったりとか、はい、その思い出の場所っていうところでもお手伝いはさせていただいてます。ということは、はい、青空の下でウェディング、という感じですか？あ、そうですね、はい、そういう時って雨降っちゃったらどうするんですか？一応そのリスクヘッジも考えてます。あ、考えててね、はい、なのでなんていうんですかね、こうテントとを敷くとか、近くの場所にその雨天時の時の、まあ、場所を設けたりとか、なるほど、スケッチをしながらではありますけれども、はい、ちなみに、はい、ちょっと田辺さんのルーツをちょっとお聞きしたいんですけど、はい、こういうそのいわゆるウェディングのね、そのプランナーを始めるまあ、始めるというか、過去に何かこう前職何かやってたとか、はい、そういうのあるわけですよね。もともと私自体は、
まあ、社会人になって、うん、まあ、アパレル関係の仕事を務めていたんですね。アパレルに、はい、でそこから、転職をした先が広告代理店だったんです、うん、そんなに大きなところではないんですけれども、でそこでやっぱり、小さいながらにもいろいろとこうイベントの立ち上げとか、はいはい、それこそ媒体的なものとか、いろいろとやらせていただく中で、こう物がないところに出来上がるっていうことをやっぱ広告代理店の時もすごく学んだんですね。なるほど、確かに広告代理店はそうですよね、はい、でその中でやっぱり B2B の方と仕事はしていたものの、うんうん、もっともっとやっぱり B2C の個人の方に向けたお仕事を自分はやっていきたいなというふうに思い始め、じゃあその時に何ができるんだろうなというふうに思っていたタイミングと、あとはお友達がだいたいそのぐらいの時期、今から5年前ぐらいですかね、に結婚式を挙げられるお友達がすごく多かったんですね。なんですけども、なんかその子たちの結婚式ってもうちょっとこう流れがみんな同じような感じだったり、あとはもうペーパーアイテム一つとってもあまりこうオリジナリティを、私自身はすごく楽しい場なんですけども、ちょっと感じなかったというか、で自分だったらもっとこういうウェディングをやってみたいんだよなとか、こういうペーパーアイテムとかこういうコーディネートってなった時に、自分がやりたかった B2C に向けたこうお仕事と今までのお仕事が絡んだら多分一番面白いんじゃないかなと思って、こうプロデュースっていうところにこう特化した会社としてやってみたいなというふうに思いました。でも全く何も知らないところからできないですよね、はい、そうですね、修行自体はあるわけですよね。 ありますね、はい、やっぱりこの業界入って、まあ、フリープランナーっていうふうに言われるんですけれども、まあ、会社を持ってる方もいらっしゃる、持ってなくフリーで自分で動いてる方もいらっしゃるんですが、最初はフリープランナーっていうカテゴリーで自分もお仕事させていただいていて、やっぱりこう結婚式っていろいろな、やっぱりこう特徴だったりとか、守らなきゃいけないものっていうのはありますので、ルールがね、はい、なのでまあ壊してはいけないものと壊してもいいものっていうのも もちろんありますので、その中で私も1年はフリーのプランナーさんについて、いろいろと、はい、教えていただきながら、そういった協会がありますので、そこでも勉強もしながら、まあ、なおかつまあ、友達とかから、プロデュースしてくれないかっていうようなご依頼もあったりというところの中でこう自分のところいろいろとこう勉強していった。なるほど、はい、ということは、まあ、約1年こう、はい、修行をして、はい、でそして独立されてという感じですかね、はい、うん、でもあれですよね、1年勉強したところで、はい、まだいろいろこう多分学ぶことはたくさんありそうですよ ね、まだまだもう日々勉強ですし、いろいろなことはやっぱり変わってくる、でいろいろなものが組み合わさってできていくものなので、それこそ最近でですとジャスラックの著作権だったりとか、ああいったこともやっぱり少し勉強しておかないとお客様にもお答えもできないですし、いろいろなところにアンテナを張って日々勉強っていうところはありますね。もう舞台ですもんね。そうです ね、音楽もあるし、演出もしなきゃいけないし、ね、その装置もね、きちんとしなきゃいけないし、それこそ司会進行やったりとか、司会とかやるんですか？司会は私はまたパートナーさんにお願いして、はい、ね、いろんなその舞台の上の必要なものはね、もう全部揃えなきゃいけないですからね、はい、そうです ね、まあ、ところでその、まあ、始めたきっかけはそういうことだったんですけど、はい、その例えば今までで一番インパクトのある結婚式って、自分でプランをした結婚式の中で、はい、どんな結婚式あります？そうですね、私自身が、まあ、オリジナルっていうところはもちろんなんですけれども、やっぱり結婚式ってご家族とご家族っていうところがすごくリンクしてきて、もう弊社のやっぱりスローガンというか、の中に関わる人全ての方をハッピーにっていうスローガンがあるんですね。でやっぱりそうなってくると、ゲストの方だったり結婚式でもご家族同士っていうところもありますので、やっぱりそこの部分ももちろん大事にしていきながら、誰かがその中で嫌な思いをしてもですし、でもお二人がやりたいことっていうのも押していかなきゃいけないしっていう、やっぱりすごくこうなんていうんですかね、まあ、バランスがそうですね、あるんですけれども、まあ、その中でもですね、まあ、私自身がまあすごく思い出に残っている結婚式は、
やっぱり一番最初にお手伝いをさせていただいた方の結婚式かなというふうには思ってまして、うんうんうん、その方もともと友人だったんですけれども、うん、ご神父様がご懐に、まあ、妊娠したということをきっかけに結婚式をすごくスピーディーにやらなきゃいけないと、うん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 、で時間がやっぱりない中で、まあ、私にお願いしたいということで、うん、やっぱり私自身も始めたばかりだったので、うんうん、会場とかの交渉だったり、うん、そういった部分っていうのもすごく、うんうん、自分の中でも勉強をさせられる、うん、結婚式だったなと、うん、ただその中で本当に私が初めてのこう式のプロデュースなので、はい、やっぱりやりたいことっていうのを、うん、本当にお二人と一緒に思いっきり盛り込めた式だったなっていうふうに思ってまして、なるほど、はい、はい、要するにもう最初の手がかり、ね、関わる結婚式だから、はい、もういろんなディスカッションしながら、はい、作り上げていったって感じですね。そうですね、でやっぱ先ほどの 両家の親御様もというようなご家族もという中で、うん、やっぱりすごく密に関わっているので、うん、その後やっぱり会う会関わりだったりとか、はい、例えばお家に招待していただいたりとか、うん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 、やっぱり今もまだそういうのが続いているので、すごい、はい、すごいな。なのでやっぱりそこの部分というのは、うん、まあ、初めてっていうところももちろんありましたけれども、うん、やっぱりすごくこう関わり合いっていうところの、うん、ある意味すごくいい勉強になったなっていうお式のプロデュースだったなと思っております、うん、それこそ、はい、まあ、世の中に2回3回結婚式する人いるかもしれませんけど、はい、それこそやるときはもうこれが最初で最後ですもんね、はい、うん、ね、はい、だからもう本当に一生の思い出になるところだから、それこそ、ね、新郎新婦さんにこう寄り添うことも大事だし、うん、はい、あとご家族に寄り添うことも ね、 ね、とてもなんか求められてる感じしますよね、はい、コミュニケーション能力高くないとできない仕事ですね、これね。そうですね、あとはやっぱりその中でも誰がキーマンなのかとか、うん、ね、すごくそういうのはありますよね。確かにね、はい、なるほどね、うん、ちなみに田辺さんにこのプランニングをお願いしようとした時はどうすればいいですか？はい、ホームページがございますので、はいはい、そちらのお問い合わせからご連絡をいただけますと、うん、ホームページですね、はい、ホームページありますね、幸いです、はい、はいはい、検索はどういうふうにすれば検索できますか？はい、ザ・センス・ウェディングと検索、センス、センス、はい、五感っていう意味の五感、はい、なるほど、と一応弊社ドリームプランニングウェディングという名前なんですけど、はい、ザ・センス・ウェディングという、まあ、ラインを持っておりまして、まあ、五感に訴えるウェディング、うんうんうん、それでもよりゲストの方も思い出に残っていただこうと、うんうん、それが本当に真のオリジナルウェディングだねっていうところを、すごいですね、はい、真のオリジナルウェディングね、はい、ちなみにザ・センス・ウェディングは英語ですか？はい、英語です、英語で、英語で、はい、ちゃんと英語調べて言ってください、はい、ザ・センス・ウェディングね、はい、で検索できるということですね、はい、はいはい、ということで、この創業して今何年ぐらいになりますか？会社として創業して、うん、3年目に突入、3年目ですね、はい、でこの業界で、5年になりますね、はい、でこの5年間この業界でこうやられていて、はいはい、学べたことって一つ挙げるとするならばどんなことでしょう？そうですね、うんうん、やっぱり学べたことは、うん、ゲストの方、新郎新婦もそうなんですけれども、うんうん、やっぱ結婚式って、はい、私自身もそうですけれども、うん、いろんな方の力がないとできない、まあ、そうですよね、はい、自分一人ではできないというところで、やっぱりこうパートナーシップだったりとか人を思いやるという気持ち、やっぱりそれをすごくより学べたかなというふうに思います。相手の立場に立つっていう感じですかね、はい、それこそ寄りそうですね。そうですね、やっぱり会場とプランナーさんとかって、うんうん、そういう例えばカメラマンさん、司会者さんって外部の人、要はこっちがお願いをしている、発注しているっていう、発注先、発注元みたいな形になってしまって、どうしてもちょっとこうなんていうんですかね、こう当たりが強かったりとかするんですけど、やっぱりそれってその会社様もお願いしている以上は一緒にいいものを作っていくという関係性がないといけないなと思うので、私は常に日頃からその思いやりっていうのを大事にしていきたいなというふうに思っていますね。はい、ちなみにすみません、一つと聞き忘れたんですけど、はい、田辺さんのこの会社、もしくは田辺さんのウェディングプランニングの、はい、特徴っていうと何になりますか？はい、はい、やはりですね、私自身が一番最初にやり始めた時、うん、やっぱり友達が結婚式をやっていて、うん、金額面だったりとか、うん、どんどん上がっていってしまうっていうところの中で、プランナーさんってやっぱり本来であればお二人と一緒にものを作っていかなければいけないんですけれども、会社のプランナーさんって
対プランナーさんになってしまうので、うん、寄り添うっていうことがやっぱりどうしてもできにくい立場に会場のプランナーさんがいらっしゃるんですね、うん、やっぱりそこの部分でなってしまうと、うん、どうしてもやっぱり聞きたいことが聞けないとか、うん、言いたいことが言えないっていう風な関係性になってしまうので、私自身弊社としての一番 の、まあ、強みといいますか、うん、していることというのがやっぱり寄り添うっていうところですね、うん、であのお客様自身、うん、会場のプランナーさんだと19時とかで電話が切れてしまって、うん、それ以降連絡取れないとか、あ、なるほど、ただ仕事が終わって本当はすぐこのタイミングで聞きたいのにっていうところを、うん、やっぱりすごくストレスが溜まってしまって、うん、親御様からもこれどうなってるのどうなってるのっていう風になってしまって本人たちがすごくストレスになってしまうので、うん、私としてはそこの部分をのいつでも連絡してくださいという24時間はいマジですか、はい、すごいですね。なので皆さんあのそれこそ LINE とかでちょっと気になったこととか、うんうん、これってどうなってますかっていうのも投げといていただければ本人たちはやっぱりこう伝えておけば、うん、一個それがクリアされると、うんうん、ですぐ私が返答できることであれば返答しますし、うん、プラス会長に確認しなければいけないことであれば、うん、すぐに次の日私確認してお伝えするというような形で、うん、やっぱり常にそういったところも寄り添うっていうところが、うん、やっぱり常に相談役でいるというところをポイントにしてます。24時間だすごいですね、はい、携帯ですか。携帯です。うわでもそれは安心ですね。はい、なんかあのお酒飲んでるとかっていう時に電話かかってきちゃったりするんじゃないですか。でも電話って皆さん LINE とかでポンと送ってくださるので、はい、まあでもいつでも連絡が取れると安心ですね。どうもね、はい、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、で、感謝の気持ちをね、はい、まあ、伝えるコーナーなんですけども、はい、まあ、ありがとうテレビですから、はい、どなたに伝えましょうか。そうですね、うん、私は、母方の祖父、母方の祖父、おじいちゃん、おじいちゃん、はい、うん、もう、まあ、あの亡くなってしまってるんですけれども、うんうんうん、私自身がこういうふうに会社を立ち上げようと思ったきっかけをくれた方なんですね、うんうん、はい、というのがあのちょっと母方の方は結構こう事業をやってまして、うんうん、母方の母方、私のおばあちゃん側が事業をやっていて、うんうん、おじいちゃんはちょっとマスオさんみたいな感じで、ああ、マスオさんみたいに入ってたんですね。なるほど、なるほど、お家入ってるね、はい、入って、で、まあサラリーマンをやっていて、うんうん、で、私がやっぱり何かこう将来的に自分で事業をやってみたいなっていうような相談をした時に、うんうん、はいはい、まあ、あなたはそういう、まあ血筋柄というか、うん、そういうこうおばあちゃん側の経営をしている人の血を、うん、まあ、少なからず引いているのだから、うん、そういったところでやりたいと思うのであれば、うん、あの人のためになる仕事をやりなさいっていうふうに言われていて、でそれはやっぱりすごく私の中では、うん、あのこの事業だったりとか何かやろうっていうきっかけをくれた言葉だったなっていうのをすごく、うん、背中押されたわけですね。そうですね、ありますね。なのですごく感謝を伝える一人としては、うん、おじいちゃんに伝えたいなっていうのがあります。ぜひ、あ、もう天国に召されてる。あ、そうなんです、あ、ね、天国に召されてる。じゃあ、まあ、多分聞いてると思います、はい、聞いてると思います、はい、じゃあ、ぜひカメラの向こうに多分おじいちゃん見てると思いますので、はい、ぜひちょっとお願いします。はい、じいじい、あ、ジージーって言った、あ、ジージーって言うんですよ、ジージー、ジージー、本当にあの時は素敵な言葉をいただいてありがとうございます。これから もますます頑張りたいと思いますので、天国から見ていてください、ぜひ見守っててください、はい、ね、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで、ちなみに、はい、独立というか、はい、起業する時に、うん、もともと起業しようと思ってました、それとも何かの、まあ、今のね、おじいさんの背中を押してもらったきっかけなのかもわかりませんけど、はい、もともと独立してっていうか一人でやろうと思ってました。はい、私3歳ぐらいの時から夢が社長だったんですよ、うん、あ、そうなんですね、はい、まあ、何の社長かっていうのは本当漠然ですし、今ここにこの立場としているので、うんうんうん、今はこの会社の社長なんですけれども、うん、3歳の時から絶対に30になる時までには会社を立ち上げようというふうに決めて、決めてた、決めてました。あ、もうそれは実現している。はい、素晴らしいですね。いや、私ね、35だったんですよ。はい、私35になったら独立しようってずっと前から決めてって、はいはい、35の終わりぐらいですけどね、はい、独立はしたんですけど、うん、でやっぱり同じように、はい、うちの家計は商売人の家計なんですよ、はい、会社やってたりとか商売やったりとか、はい、サラリーマン一人もいないんですよ。うん、やっぱそういう家計だからかなと思うんですけどね。そうですね、やっぱりでも周りでそういう風にやられてる方は何かしらそういった、ね、はい、あの家庭的なものは見えるかな、うん、っていうのがありますね。はい、そうだからサラリーマンというイメージが全くつかなかったですもん、はい、ああ、やっぱそうですよね。はい、うん、やっぱそうなんでしょうね。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ最後にですね、はい、大事に最後でいただいて終わりにしましょうか。はい、はい、
まあ、私自身が大事にしたいことというのは、うんうん、今やっぱり結婚式って年々少しずつ、うんうん、少なくなってますし、まあ、そうですね、そうですね、まあ、あげる方もすごく少なくなってます、うんうんうん、でもその中でやっぱりお二人がやらなくてもいいやというふうに思うんですけども、その先にいるご家族って本当に、うん、やってほしいなっていうふうに思ってる方が多いんですね、はい、なのでやっぱり私自身が大事にしていきたいことっていうのは、うんうん、そういったお二人だけの気持ちももちろんそうですけれども、うん、その先にいるご家族 の、うん、そういった目線もあるんだよっていうことをしっかりと私自身は引き継いでいきたいなというふうに思っておりまして、やっぱりその家族と家族っていうところで、うん、まあ最終的には関わっていく人が全てみんなハッピーになってもらえたらいいなっていうところはやっぱ大きく大事にしていきたいので、ね、はい、なので私自身はその大事にしたいことっていうのは、そのまあ結婚式っていうのは家族同士の関わりだったりするので、うん、そこの部分を常に伝え続けていきたいな、うん、大事にしていきたいなというふうに、いいですね、はい、いいですね、思ってます。そうですね、それこそ家族と家族がこう他人の家族、他人同士がこう一緒になるわけですからね、うん、そうですね、お互いの家族がいるわけですからね、はい、みんながハッピーになれるような結婚式ができるとね、うん、それはなんか先がすごく明るい感じがしますよね、はい、うん、あ、結婚式の時に田辺さんに出会ってればよかったな私もなんてねみたいな、そんなこれうちの神さん怒られちゃいますね、はいはい、というわけで、改めてご紹介をさせていただきます。株式会社ドリームプランニングウェディングの代表取締役社長をされております、田辺真紀様においでいただきました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。